はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、ようやく劉備金華でね、ウサピョンをゲットできるまで来ましたんで、ゲットしていきましょう。ジバニャン、あもうね、コマさん、ジバニャンが一番最初に転生ゲットとなりそうだけどね。無課金砂漠、あ初中お見舞いキャンペーンっていうのが来てるようでして、7月25日から31日超ガシャチケット、すごいじゃん。超ガシャチケットプレゼントだってやったね。7日間毎日1枚プレゼントということで、獲得できるアイテムはその日限定なので毎日ログインして超ガシャチケットもらいましょうということで、はい、ログインで超ガシャチケットもらえるようですよ。はい、初中見舞いキャンペーンいいですね。超ガシャチケットはね、たまに質問されるんですけど、どうやってね、まあ一応課金なんですが、まあ、こういうねイベントのこういうキャンペーンとか結構分かりづらいけど、このね4.5 周年金貨でね、交換できたりしますね。ガシャチケットとかもね。オロチがね、これいけるかな。オロチ8月4日までですね、結構たくさん集会しないと。で、あとそうだ、プレゼントキャンペーンありましたね。開放していきましょう。これ当たったらなんか報酬なんちゃらってのができてて、さあ当たったかな。交流ポイントプレゼント、外れってこと外れっぽいね、外れっぽいっす。で、象徴見舞いがねさっき来てる。で、はい、という感じですね。このお詫びが許せんはい、そしたらウサピョンゲットしていきましょう。一応ね、初中見舞いで脱線しちゃいましたが、そういえばみんなプレゼント当たりましたかね。私は外れたようですけど、交流ポイントもらえるならなんかまあいっかって感じですかね。何でしたっけ、ウサピョンは国取りだ。国取りのここですね。転生オロチ周遊じゃなくて転生ウサピョンね、来てますね。ここで歌ってんのは、氷のダメージ特化、雪の時にさらにパワーアップっていう感じのようですね。うん、まあまあまあ字面上こうなんですけど、まあゲットしていっちゃいましょう。今回よいしょ、毎回ね1セッション1000、結構1000絆もう集めるのかなり大変になってきましたね。はい、じゃあ召喚しましょう。絆のところからいけます。あんま変わんねえんだな。さっき無課金砂漠の方見たらこの接種は30だったな。よいしょ、転生ね。ちょっと昨日の動画でソルカがね来てるんですけど、一応ねこれでうすら影初の転生になります。ソルカは次のイベントだけどね。ノルカがもう315か、まあ、ノルカこれか限界だな。はい、ということでね、転生ウサピョン中達を獲得しました。転生のミーがいれば乱世も心配いらないだにということで、すぐに天下を取って宇宙も統一しちゃうだによって。これウサピョンなんですけど実際はクマなんだ。中達だったね。はい、ゲットしました。まあ最近アニメだとね、あの子の名前忘れちゃった、出てこないもんね。最近はもうケイタキュンしか出てこないから、ウサピョンはねもうすっかり出番がないんですけど、あの子忘れちゃった名前、あのメガネの子ね。うんもうなそれやべえな、ひなのじゃなくてなんだっけ、忘れちゃったね。そしたら
転生これで何体目だろう。すごいね、20体目ですね。20体目の転生です。薄ら影初ですね。で一応ね、ジバニャンが4凸でね、あと4000で、コマジロウが3凸であと2000か、だからこれあと6500か、ということで結構国取りのね妖怪たちは、はい、貫突いきそうなんでね。コマジロウがでもいいよね。雷プリ雷は来るからね。うん、で命中クリティカル、薄ら影不気味40、まあ560でもよかったけどね。そして最近注目の限界突破は特にないけど、なんかねパワーアップしたら追加とかあるような気もしますね。でウサピョンの方はこっちの大辞典の方で見ましょう。大辞典だとねマックスが見れるんで、ウサピョンのねいいところはねここですね。回避力が高いということではなかった。あーでも高い方だね。うん、このゲームね回避が大事なんで、あの同じね取り付く、例えばバトル開始5秒だったら同じバトル開始5秒のね取り付くの妖怪がダブった時はこのね回避が高い方が優先されるっていうのがね黒田さんが言ってたやつで、この前も久々に言われてましたね。どっかに書いときゃいいのにね。揚力も高しで、揚力でそうとしても、うん、今んところ全世界4位になってますね。はい、4位の、やっぱ文中ってすごいな。文中ってあれなんだね。あ、KK ブラザーズパワーアップしてここまで揚力がアップしてるよ。へえ、俺お別れしちゃったんだよな KK ブラザーズと。転生ウサピョンチュータ、この前ねパワーアップされたからね。転生ウサピョンチュータはもう最近の流行りですよね。このなんかこのパターンね、ノルカとかソルカと一緒だよね。取り付くダウンで氷ダウン指摘の、うん、で命中ダウンもあるんで、まあ、この前のね討伐戦ではまさかの必中必殺技という大作戦に見舞われてしまって、なんか命中ダウンの価値がちょっと下がってきたっちゃ下がってきたんだけど、まあその分ねこの前みたいに何て言うんですか、その 1列目周回の、まあ、抜け道みたいのを用意してくれてるんで、まあそこはいいのかなと思います。まあ氷のね、うん、まあ乗るかソルカもそうなんだけど、薄ら影氷っていうのは非常に勇ましい豪傑比と同じように競争が激しくてね、転生スキルいいですね。氷得意妖怪の氷属性 10% アップだから、まあどうなんでしょうね。アタッカーとしてはウサピョンと転生ソルカ、そしてバフ3体にするかどうするかですよね今後ね。まあちょっと転生ウサピョンはかなりね、今のジバニャンと同じように、多分とつれると思うので、いいね、イサゴに 40% だからちょっと転生ソルカを若干リードできるんじゃないかなと思います。でかつね、あのジバニャンみたいに4凸、まあ将来的には5凸できたらね、薄ら影のエースになれる可能性、ゾディアックからね薄ら影のエースを奪い取れるかもしれませんね。天才と言われた孔明の最大のライバルチュータスの力を宿したウサピョンが天性にパワーアップ、自信がついたのかガンを片手に戦場に繰り出し、目指すは宇宙統一ということで、てめえということになってますね。ウサピョンチュータスでございます。ちょっともう一回見せてごめん。もうなんか転生で相当しちゃえばいいのかなと思ったけど、転生相当できた。うん、まあでも結構転生ね持ってないのもいっぱいいるんですが、このクリチー誰だろうな。シュカだなきっとな、将棋シュカだなきっとね。ウサピョンがね、うっすらかね、これがソルカだよね。あれ、絆ゲットしてるぐらいじゃ、これ、ハテナは消えないのか。という感じで。攻撃速度7秒5は普通だな。
守りも硬いし、まあ前衛でもまあできなくもないって感じかな。で、ちょっとごめんね。雪命中、うん、っていう感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、というわけでとりあえずもうこんな感じしようかな。ちょっと国取りはちょっとね、無課金サバカの方でもう7連続負けたんで、なんかすごい嫌だなっていうのと、これね一応課金やかで毎、120円課金してるかな。でもパス購入してるからね。はい、なんか年間シート購入してる感じですね。ただメインやかの方はね、もう同盟の皆さんのおかげで、うん、勝ちまくってんだけどね。はい、すごい勝ちまくってるんだけど、サバアカちゃんは相変わらずなんですよね。なんでちょっとマッチング次回こそはね、ちょっと頼むよっていう感じになってます。でさすらいの方はね、結構乗るか移動するんですね。全国的に移動してちょっと南下されてますね。はい、なんで乗るかがいる時にねやれればなと思います。あとはちょっと水曜日になったら乗るか、アップの日が来るので、最後ラストスパートね。なんでその日に合わせて、かつね陣地も取ってれば、脅威の 70% アップになるのかな。あ、違う、10、40、10、30、30か。だから 70% アップになるんで、このね水曜日の22時になんか、はい、一生懸命集会やるとしたらやりたいかなと思っております。なんか追記があったかな。サスライのスターのドロップ量、サスライバトルの勝利時にゲットできるサスライスターの個数はランダムです。一度に大量ドロップする場合もございます。一応これ何なのこれって感じだったのを一応メモしてくれたんだね。はい、デイリーミッションも調整されたんだ。2回勝利を削除、あ、これはありがたいね。まあ分かってたけど、はい、これね2回勝つの結構デイリーミッション大変なんでね、かなりいい替えにしていただきました。はい、じゃあすみません、今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、よし、これで今度はウサピョン鍛えたいと思います。やっぱりねこのね種族効果があるのがいいですね。はい、あとはごめんなさい、ちょっとね薄ら影、不気味薄ら影部門でね、はい、そうか、花子さんとかね、ゾディアックの一角を崩して欲しいですね。そして氷部門はねソルカと争うことになるんじゃないかなと思いますね、ゾディアックたちとね。はい、すいません、またお会いしましょう。さようなら。ソルカ何体いるんだって感じだね。